お疲れ様でーす。はーい、ナビタ。今日は何ですか？今日はですね、ちょっと前にあの洗浄機がパクられたっていう動画を撮ったんですけど。あ、そうなんだ。で、なんかその続報みたいなので寺岸さんから呼ばれてるんですよ。洗浄機の件について。洗浄機の件です。なんで、まあ、見つかったか犯人が捕まったか、何だと思います？パクられたんだと思います？洗浄機、どうなんだろう。パクられる、あれじゃないか、普通に単純に書き忘れじゃない？書き忘れって言っても、うん、あれ確か浜野さんと寺岸さんしか使ってないんですよね。あ、そうなんだ。みたいですよ。なんで、で確認したんですよ、浜野さんにも。うん。そしたら持ってってないよみたいな感じで、で寺岸さんが持ってく時になかったんですよ。あ、その当日？そうです。あと前日かな。あ、なんか僕までついでに怒られました、ね、そうなの。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうしますか？いやー、この間のあの洗浄機だわ。あ、あったんですか？あれ、あったあった。お、マジですか？お、あったあったって、本当に。え、普通にあの元の場所に。ああ、朝、次の日の朝行ったら、はい、元に戻っとった。マジですか？お、誰かな。1日だけってことですもんね。あ、そうそう、もう最悪あのちょっと弱いやつ持っていくつもりだったけど、なかったら、はいはい、じゃあちょうどよく朝行ったら、はい、戻ってきとった。あ、パクられたわけじゃなくて。パクるじゃねえよ。あ、なんパクらんだろう。大体入れる人間限られとるでね。確かに。あの倉庫の中は。寺西君ずっと疑ってましたけど。寺西君しかいないで。もうやっぱ寺西君ですよね。あ、しかいないで。しかいないんですか？しかいない。だってこれ入り方あるんですよって教えたもんね、俺に。じゃあもうやつですね。あるんですよ。そんから誰にも言ってかんすよ。そうやって言っちゃったよね。え、いつなくなったんですか？ね、先週何曜日だったっけ？金曜日ぐらいじゃなかったでしょ？金曜日、いや、その前だな。木曜日ぐらいでしたっけ？そう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 、木曜日に行って、で、明日洗浄したしなって言って、で、はい、見に行ったんですか？見に行って、あるか？あ、そうそう、あるか見に行ったら、はい、あれ1個しかねえな、誰か持ってっとるかな。1個ちょっと圧力が弱いんだわ。あ、そうなんですか？え、浜野さんとかじゃないんですか？いや、浜野さんに一回電話しました。電話したの。まさか盗んでないですよねって言って名前書いてなかったもんで。あ、あれも書いてなかったんですか？書いてなかった。そうなんですよ。へ、ただ使うのって俺か浜野さんしかいないんだわ。あ、そうなんですか？レンタルするのは。で、パニックってましたね。パニックってた。パニックった。よかったですね、10万払わなくて。10万払わなきゃいけないな。危なかったです。僕も助かりましたもん。だって あんなお前があれ言った方がいいって言うもんで、余計なこと言ったらお前あんな風になっちまったじゃねえか。いや、多分大丈夫です。1本取れましたって言ったら喜んでたんで。何を一本取れたんや。 YouTube 一本取れましたって言ったら。お前すぐ、お前すぐなんかあるとすぐカメラ持ってくるだよこれ。まあ何でもネタになる。なん、ネタじゃねえぞこれ、本当にネタじゃねえぞって言っとんのに、カメラすぐ持ってすぐ来やがったり。カメラ持ってこんでいいんだって言って、ブワッて準備して、準備してブワッて走ってきました。何かあるとすぐカメラ持ってくる。もうこいつに何も言わなかった。あ、よかったですね、普通にあって。あ、そう、普通にあってよかったな。そんな急にいなくなったの？急にいなくなった。で、ちょっと前見たらまあ誰も使ってないもんで。昼過ぎぐらいですよね。あ、そう、昼過ぎに行ったら、あれねえかよって。誰か使っとるかよ。いや、圧力はいい方を使っとるもんで、はい、戻ってくるんだったらそっち使おうと思ったんだけど、うん、あれ今日誰も書いてないぞって、はい、誰が持ってったんだろうって。木曜日？パニックってますもんね。先週木曜日ですか？先週木曜日です、うん、それ多分私ですね。何？マジですか？私です、それ。え、先週木曜日ですよね。はい、木曜日、昼から雨降ってて、そうそうそうですね、この間ぐらいですよね。きっと私ですね。マジですか？はい、お前、やばくないですか？そんななんか跳ね上がりました、こいつ。騒動してたんですか？どういうことですか？結構大事になってたんだと思って。いや、ちょっと俺はただ普通に、あ、先週誰か借りとるかなっていうレベルだったんだけど、うん、いや、なんか僕取りに行ったら深刻そうな顔して座ってるんで、寺木さんが。報告した方がいいっすよってか言うもんで、一日ばかり報告するんかいなと思ったんだけど。え、それ社長にも伝わったんですか？伝えたって。だめ。本当ですか？やばいっす。いや、最初、いや、そんなどうでもいい、俺興味ねえもんで言っとったもんで、あ、別にいいかって言って、はい、夜呼び出されたっていうか、夜夜もう一回、最初電話で喋ったらなんか、おめでとうって言ってたんで、あ、いつもみたいにゴニョゴニョ言っとるわと思ってたんですよ。そしたら夜改めて気が変わったんですかね。気が変わったんだってよ。めちゃくちゃ怒ってました。なくなってたら、お前ら、俺も10万出すよ、お前ら10万ずつ出せよって。おい緑。こいつか、ほんに。やばい。いや、そんな騒動になってるとは。いや、名前どこも書いてなかったんで、はい、まあ、ちょっと営業さんがちらっと使いたいみたいに言ってたんで、はい、どの時間だったら、まあ、書かなくてもいいかなと思って、ちょこっと
じゃああの数時間でなくなった。こいつどうします？どうします？まさかそんな大事になってるとは。僕ビンタしてくれる人知ってますよ。ちなみに誰？辻隆二って言うんですけど。あ、いいですね。あの悪いことした後にあの人のところに行くとちゃんとビンタしてくれる。アンパンマンみたいな入れ替わりになっちゃう。大丈夫です。 何にも大丈夫だよ。大丈夫です。やばい、見てもめちゃくちゃ怒ってますよ。お前さ素直に社長にありましたって言えば済むんじゃないですか。あ、ありましたって言ったんですか？あったと言ったの？いや、言ってねえよ、まだあのままだじゃん。あのままなんですか？あのまま。いいんじゃないですか？ありましたって言って、よかったですねって。30万かからなくて。誰がいいんですか？ありました。え、寺岸さんか伊藤君。違いますよ。いや、だって私知らないよ、そんな。怒ってますよ、怒ってます。仏の寺岸が怒ってますよ。そんな騒動起きてたの知らないんで。やってください、寺岸さん。ちょっと、こんにゃ。お前めちゃくちゃ怒ってる。こんにゃ。めちゃくちゃやばいですね。やばいな。いや、それならもうちょっとあの伝えてほしかった。あの全員要確認とか。いや、だってそれも問題になっちゃうじゃないですか。オールでか。オールでオールでオールで送ればみんなに送る。俺が一番やりたくねえばそうなんですか。みんな既読無視してきます。多分だってそこに流せばもう一瞬で解決だったじゃないですか。僕らが悪いってことですか？はい、え、一番悪いんだもん。お前未見にしてはやりますよ。一番悪いの伊藤くんです。そうだって。 お前が大げさに言ったんで報告した方がいいとか余計なこと言うもんで、俺は怒られたじゃないか。そうですよね。俺まで怒られてる。だいたい、なんで報告しただけでなんか俺らが悪いみたいな感じになってたわけな。なんで報告になったんですか？お前が報告した方がいい。しますしますでも元をたどれば、でも洗浄機がなかったからじゃないですか。なかった。書かずに。書かずに。でもルールでは書くことになってるんですよね。ルールではね。いや、でも使うの大抵朝一じゃないですか。使うの朝一。昼から、まあ、なかなかない。ですよね。なんで、あ、今日は誰も使ってない。で、ほんの数時間なんで。言い訳です。ちょっと。言い訳です。まさか。非を認めた方がいいです、自分の。みんな悪いんじゃないですか。大ごとにしたのも悪いし。そうだ、大ごとにしたやつが悪いんだ。寺木さんもちょっと亡くなったって。動画撮ってくれって。なんで寺木さんはそっち側なんですか？それがすごい、ちょっとお前が余分なこと言うもんね。そうですよね、やっぱり余分なこと言うもんね。動画にしなければ大ごとにならずに済んだんです。一体に。そういうことだよ、お前が余分なんで。お前が寺木さん、お前が報告しろだって余分なこと言うもんで。寺木さん、寺木さん、寺木さん、じゃなきゃ味方じゃないですか。俺までこつかれたんだぞ、俺。叩かれてましたね。寺木さんはこっちですよ。一緒にコメダ行った中じゃないですか。あ、そうだな。はい、もう 2-1 になりました。はい、じゃないよ。みんな敵ですね。まあでも最終的にはシンプルにありましたって社長に伝えれば丸く収まるんじゃない。誰が別に興味ねえって言うてやったんや。あ、そうで、もう忘れてんじゃん。まあ、忘れてる。あ、絶対忘れてる。あ、もうじゃあそのままそんな話あったかって。で、思い出されてまた怒られるパターンで。あかんかんかーって言って。いや、そんな話知らんすよ。何言ってんすか。こっちも知らないって言っとけばいいんだ。そんな話知らんすよって。夢ですかみたいな。あってよかったっすね、でも。確かに。その元の場所にあったと。元置いてあったって。置いたんですか、元の場所に。置いた置いた。だって使ったら元の場所に戻さない。元の場所にあそこに置いてあったって。あ、誰か使ったんかな。奪ったわけじゃないもん、別に。ちょっと借りただけだった。寺にしかない、ちょっと個別で謝ってきます。そうだね。確かに。なんだこれ。これ。ですよ、寺木さんが呼んできたんで。まあ、続行あれば撮るって言っちゃってますもんね、前の動画で。あんな変なもんお前が撮るから、ね、こんな風にあったんだから。怒ってもやめてください。あんな動画全部なくなったって動画になるかよ。もっと面白いもん撮ろうぜよ、もっと面白いもん。じゃあ次はもっと面白いもので。はい、そうですね、はい、というわけで、はい、もう緑ちゃんが全部悪いっていう動画でした。みんな悪いことにしよう。責任は取ってもらうぞ。そうだぞ。やめましょうか。やめよう。水かけろ。みんながこうやってバチャバチャ。みんなが確かに。まあ社長も忘れてるだろうし。まあ絶対忘れてる。ここでもう終わらせとけば話を、はい。多分平和になると思います。そうですね。うん。大丈夫かうち。宣伝はいいですか。宣伝道場。宣伝してください。宣伝しよう。宣伝しよう。見たいですか。マッチング。はい。マッチングか。はい、もう始まるんだろう。マッチング。もうすぐじゃないですか。うん。もう始まりますね。いつも社長が宣伝しとるマッチング、まあ、やることなくて暇だったら一回登録しちゃって何か面白いものあるかもしれん。すご
そうです、毎回毎回暇だったら泥臭って忙しかったらそんなことできねえな。確かにそうそう、今の時いや、忙しくてもできますよ。できる。でも定期さ、あれですよね、次の現場から普通に塗装取れるんですよね。アポが取れるやり、毎日それ行きます。毎日毎日。いや、何本かボツになっちゃったやつあるじゃん。ボツになったやつ、はい、まあ、先に前確認取らんでボツになるんだよ。そうっす、無駄足ばっかだって本当に。そうなの、無駄足めちゃくちゃ怒ってる。なので、まあ次は中塗りの動画で会おう。どうですかね。あ、いいな、いいな。いいですか。えい、えいって